こんにちは、福岡県出身坂本愛香17歳です。今日は私についてお話ししようと思うんですけど、私のいいところ、私のいいところはタイミーをブッチしたことがないことです。今高校生なんですけど、結構学校は遅刻したりとかしてて、で、まあ、寝坊もするし、ちょっと友達と約束しててもなんかちょっとやっぱいけないみたいになっちゃうことあるんですけど、タイミーだけはブッチしたことなくて、やっぱりお金が大好きなので、ちょっとブッチしたらもうお金もらえないじゃないですか。別に学校は別に休んでもなんか後から勉強すればいいだけ、まあ、でも別になんかだからといって後から勉強することないんですけど、でもタイミーはブッチしたらなんかペナルティーとかついちゃうんですよ。だからタイミー